皆様こんにちは、ちゃんさんです。今回は私の上半期ベストコスメをご紹介していきたいと思います。私が上半期であったコスメでめちゃくちゃ使っているものだったり、この価格帯からしてもめっちゃ優秀って言えるようなものを、この後すっぴんの状態から日焼け止め、ファンデーション、アイブロウ、アイシャドウ、マスカラ、リップ全6点をメイクしながらおすすめポイントをお話ししていけたらいいなと思っております。それではぜひ最後までお楽しみください。それではまず上半期私が一番使った日焼け止めをご紹介します。それがこちらです。ビオレ UV アスリズムエッセンスです。この前サンドラッグで 15% オフクーポンが出てたので、その時にこちらのストックも購入いたしました。こちらはですね SPF50+ PA4+ 入っているので、まあ、日焼け止め効果はもちろん高いんですが、私が気に入った部分はこちらの使用感なんですね。出し始めはこのようにオフホワイトなんですが、こう伸ばしていくと透明になります。全く白浮きもしないですし、めちゃくちゃ伸びがいいです。柔らかくスーッと溶け込んで、本当にめちゃくちゃ伸びがいいんですよ。そしてきしみ感がゼロなんです。日焼け止め独特のなんか滑りが悪い感じがあると結構ストレスになりませんか？こちらには美容液も入ってるんで、すごく保湿されてる感もありますし、もうとにかくこのきしみゼロっていうのがこのビオレの魅力だなと感じました。それでは続いてのベスコスアイテムをご紹介します。それがファイスターの FDL クッションファンデーション。私は23番というカラーを使っています。私こちらもですね、実は2個目なんですよ。これは本当にムラにならないんですよ。普通のクッションファンデってこう押したらその部分が取れてしまったり、ファンデーションの液のラインが出てしまうと思うんですが、不思議とそれがないんですよね。いや本当に不思議。はい、いかがでしょうか。特に色付きの下地を使ってるわけでもなく、こんなに簡単に統一感のあるお肌に仕上がってしまうんです。朝塗るのはもちろん、メイク直しにもめちゃくちゃ使えるアイテムでして、マスクでこの辺とかこことかめちゃくちゃ揺れるじゃないですか。外出先でファンデーションこのポン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 ってやってあげるだけでもすぐなじみます。もう全然ティッシュオフとかしなくても、これこうってなじませるだけで皮脂といい感じに混ざって、もうめっちゃ綺麗なお肌に戻ります。韓国ではめちゃくちゃ売れてるんですけど、日本では全然まだまだ浸透してないなっていう感じがしてるので、なんでもっとこれ有名にならないのかなって本当に思います。ちょっと高いんですが、それだけのことはあるなっていう感じですね。今年入って一番このファンデを使ってます。続いてはアイブロウアイテムのベスコスを発表します。それはこちらです。キャンメイクのパーフェクトエアリーアイブロウ、私の03番を使っています。こちらが発売されたのが3月ぐらいだったかと思うんですが、買ってみて、そしたらもう超お気に入りになってしまって、ほぼ毎日8割くらいこちら使ってます。すごく滑らかで淡い発色をしているので、眉毛がベターって濃くなってしまうということがないのが私が一番好きなところです。はい、それでは次にベスコスのアイシャドウをご紹介します。それがこちらです。リーメルのショコラスイートアイズ春に出た02番です。上半期はいろんなアイシャドウを使ってきましたし、実際にこれを毎日使ったというわけではないんですが、急いでる時に迷って手に取ったのが大体これだったんですね。なんだかんだ私の今回のベスコス全部時短アイテムかもしれないですね。急いでてもちゃちゃっと綺麗に仕上がるものがなんだかんだ一番使えるっていうか、まあ、ちゃちゃっとではなくてもツヤ感が欲しい時はこれを使ってましたね。私は結構しっとり系のアイシャドウが本当に好きで、こちらのリンメルもドラッグストアで買えるのに全然デパコスに劣らないというか、本当に指でもこんな感じで綺麗にグラデーションもできちゃいますし、めっちゃ使いやすいです。もう本当にお気に入りです。そして次はアイライナーのベスコスをご紹介します。それがこちらです。デジャブのダスティンファインインフレリキッドショート2番のミディアムブラウンです。こちらは YouTube にも何回か登場してきてるかなっていう気がするんですけど、めちゃくちゃ細くて短いんですよね。なんでブレずに細く引くことができます。フレは細くても液体自体がこう透けてしまうような感じがなく、しっかりと発色もしてくれますし、落としやすいのににじみにくいのが嬉しいポイントです。1000円ちょっとしてもいいアイライナーが欲しいという方はぜひこちら使ってみてください。
はい、そして次はマスカラをご紹介します。マスカラは正直ちょっと迷ってしまって、すいません、今回は2本ご紹介したいと思います。こちらです。1つ目がヒロインメイクのロングアップマスカラ、スーパーウォータープルーフ01番のブラックです。そしてもう1つがホリカホリカのハイパーカーリングマスカラです。私はお洋服タイプのマスカラが好きなんですが、絶対に落としたくないっていう時はいつもこの2つのどちらかを使っていました。こちらはヒロインメイクから今年リニューアルされたマスカラになっていて、細くまっすぐスッと伸ばしてくれるようなマスカラになっています。すごくないですか？めちゃくちゃまつげ上がります。はい、ですがこちらの韓国のマスカラも全然負けず、ブラシ型のちょっと面白い形をしたブラシになっているんですが、このブラシのおかげでこちらもダマにならずにスッと細くスッと伸びてくれるんです。私も初めて今両方で塗り比べてみたんですが、結構違いますね。こっちの方がまつげのふさふさ感、ふわふわ感が残っているような気がします。一本一本が太くしっかり見えるのはこっちかなっていう気がしますね。うん、こうやって仕上がり見ると私こっちのが好きですね。ただこっちのがしっかりは見えるので、写真とかで盛れるのはこっちかなって思います。6月もうめっちゃ雨が降ってた時期でも全然落ちてこなかったので、もうこの2つはもう本当におすすめですね。はい、次私はチークを塗っていくんですが、もういつもこのクッションファンデでだいたいチークは仕上げてしまうので、オレンジを少し取ってもうのせちゃいます。めちゃくちゃ便利ですよね。これも結構薄付きなので、チーク苦手だよっていう方にもおすすめですね。うん、いい感じ。そしてリップのベスコスはこちらです。フジコのニュアンスラップティント03番サンゴブラウンというカラーです。 YouTube でも全色紹介してるので、気になるって方はこの後そちらも見てみてください。こちらはティントで、まあ、色持ちはもちろんいいんですが、何より私が驚いたのは乾燥しにくいというところでしたね。今年韓国のこういったタイプのリップも購入したんですが、やっぱりこれが一番私の唇には合っていたなって感じがします。保湿できるリップオイルを塗っているような感覚で、本当にしっとりしますし、3色ともめちゃくちゃ可愛いので、今日もどれをつけようか迷ったんですが、今は03番をつけてみました。はい、ベスコスの発表は以上になります。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ぜひ皆様のベストコスメもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。